閲覧注意、クジラ、して、こっちて。もうこっちしてくれメンス。Y のお肌かな？痛くないんかな？人間で言ったら、目やにがくっついてる程度の違和感。神ぞ、だからたまに水面からジャンプして、体を叩きつけとる。そんなんで取れるん？落下の衝撃。まあ。富士壺？せやで、ただ、クジラ的にはついてても何も問題ないらしい。この富士壺食べたら美味しいんやろか？でかいから美味しそう。どうやったら泳いどるクジラに寄生できるんや。幼生の頃に泳いでつくんやで。クジラに追いつけるほど富士壺の容体は早いんか、キモい。そこら辺漂ってるだけで、クジラが泳いできてくれるじゃん。たまたま付着したのがこうなってるだけやで。ほんま富士壺って他の動物の利益、一方的にただ乗りするだけで、何の利益も生み出さんな。実は、あいつらニートのエイリアンやと思っとるわ。付着できなかった子は、どこに行くの？岩にくっつく。どこにも付着できなかったら食われる。なるほど、他の魚に食われないから、ええ場所なんやな。お前ら、カメの手見たらそっと美味しそうやな。食い物やろ、あれ。味噌汁で食べたら美味しいぞ。うまいぞ。いい出汁出るよね。ウミガメもいっぱいついてるやつおるよな。人間の顔にも、ダニがいっぱい住んでるよ。ワイらも、顔に何万匹も寄生虫飼ってるから変わらんやろ。ニキビダニとか？人間も体内でバクテリア飼ってるから生きていけてるんやで。フジツボって、寄生虫やったんか、貝類かと思ってたわ。甲殻類の仲間だぞ。カニの仲間や。クジラってスケールすごすぎるわ。50メートルあるやつもいるとか、やばすぎるやろーん。で、ブラッドボーンに出てきそう。なんなんこれ、刺さってんの？死体がクジラの体内に同化してるの、ほんと生命の神秘を感じる。この、イボみたいなやつか。ワイもシャーペンの芯を取り込んで同化しとるが。それ、癌になるからやばいで。バカがめっちゃ連れてて、草。すまん、何のことや？フジツボが皮膚下にめり込んどることやろ？クジラの突起は生まれつきだぞ。勝ち組やな、クジラに寄生できたら困らんやろ。マンボウさんもすごいぞ。ちなみに、海で足を切ったら、膝の裏にこれがびっしりついてることがあるで、子供の頃そういう体験あるやつは残念やな。そうなんか？そういうホラーを子供ん時に読んだわ。これは、正確には寄生じゃなく変理強制な。これ、低学歴ばっかりかよ、なんぜ。いや同じやろ。寄生と共生は学術的にきちんと分けられてるで、クジラとフジツボは共生と言われとる。クジラがたまに非常食として食べるらしいな。これ、ミミゼンが寄生されたらどうなるん？風呂入っただけで落とせるから、定着せん。クジラにつくフジツボは、なぜかクジラにしかくっつかないで。クジラにくっつく前はどこにいるの？ミジンコみたいな幼生が泳いでるで。はい、キモいんごねー。こういうのが目に入ったらって考えたら、海行けんわ。でかすぎー。これ、人間が食われてたらどうなるんや。つい最近クジラに一瞬食われた人が出たってネットニュース見たわ。海面で吐き出されて助かったらしいけど。人間の皮膚から漏れてるアセトンが苦手で、人間は食べられないんや。嘘くせえ、わら。食われてすぐ吐き出されたってのを最近記事で見たわ。しばらく中で暮らしてたわ。くしゃみで吐き出された。おはぜペットじいさん。かっこいいな。まあでも、カニビルのキモさにはかなわんな。ズワイガニの甲羅についてる黒いのがそいつらの卵や。検索したらあかんで、絶対やで。カニについてる黒いブツブツ。カニビルの卵、うまいやろ。カニビルと、カニのうまさに関係はないらしいな。膝にフジツボがつくってのも、ただの都市伝説。周りに石がないから、カニの甲羅につくらしいな。そういやこの間、クジラの死体から香水の原料、1億円分くらい取れたってニュースを見たわ。クジラの死骸落ちてないかな。龍涎香なら、ワンチャン見つけたら数百番くらいにはなるぞ。漂着したクジラやイルカの死骸を勝手にバラして持ち去ったら犯罪やで。こんな嘘ついてまで独占したいんか。かわいいフジツボの赤ちゃん見てよ。ノープリウスちゃん。クジラの心臓。ベルセルクの神やん。はい、でっかい。鯨骨生物群集って呼ばれるクジラの死骸で新たな生態系が生まれるってのがあるくらいやし、クジラはスケールが違うわ。この前 NHK でやってた、呼吸のために水面から頭出したら、肉を食う海鳥の話おもろかったわ。食われないように角度を変えるんやけど、それが他のクジラと情報を共有して克服するやつ。寄生虫は、なぜ人を引きつけるのか。言った寄生虫ボールペン欲しいわ。なんやそれ、インクの代わりにサナダムシが出てくるとか？
ウミガメ、お、ヒトカスおるやんけ、これ、取ってくれや。かわいい。賢い。これついていったら、竜宮城に連れて行ってもらえたのに、愚かだね。亀も泳ぎにくいって思ってるのか、これ。セミクジラの口の形ってわけわからんよな、何を目的である。ちゃんとオキアミ捕獲する形状しとるやん。スプーンみたいなもんなんちゃうか。100キロぐらい先のクジラ同士でコミュニケーション取れるみたいやけど、音波が届いた時には、もう相手のクジラがその場所にはいないから、ほぼ無意味みたいやな。くさ。無能すぎるやろ。取れてないやんけ。くさやけど、それができることで何か意味はあるんやろ。ないんやったらそんな機能が残ってるわけないし。お互い、聞こえた方向移動しとったら会えるやん。素敵やん。アルタッチャブル柴田のネタにありそう。じいちゃんが漁師やったから、船上げてから、船の下のとこガリガリやって、富士壺とか取ってるの見たわ。これやらないと、船が痛むんやって言ってた。いない、グロ。ラーメンやんけ。これも町内寄生虫？アニサキスの成虫や、ヒトカスの中でやんちゃするのは、幼虫や。ちなみな富士壺は、超高級食材な、から込みでキロ、1万円余裕。クジラより高いやん。ほんまに、こういうの気持ち悪くてゾクゾクするわ。全部そぎ落としたい。ウミガメの甲羅から富士壺そぐ動画、すっきりするで。クジラの知能って、人間で言うと何歳児くらいなんやろ。何芸人よりは、賢い。6歳じゃなかったっけ。ワイも寄生虫に生まれたかった。親の寄生虫やろ。もうなってるで。誰が食うんや？青森だと食うらしい。これ、土着そうまいぞ。カニと貝のいいとこ取りみたいな味や。絶対嘘だわ。富士壺も深海の水圧に耐えれるということか、不思議やな。もともと波打ち際で張り付いてる種なら、耐水圧性低くても良いはずなのに。ちな、富士壺の中身。どうやって生きてるんやってレベルやな。まあ、人の中身のがキモい。顔と背中かゆくなってきた。ニキビのシンプル動画再生数すごいから、世界的にそういうの好きなのいるんやな。とって、とってー。イルカ漁、ほげー、これ、正直どう思ってる？頭いいから殺しちゃダメみたいな理屈、ワイは嫌いなんやが。食ってみて、美味しかったら応援するし、まずかったら反対する。鯨肉は、割とうまかったから、ほげーは続けてほしい。イルカは食ったことないからわからん。クジラは、利口なので食うな。鶏、豚、牛は、バカだから食うよ。線引きがしすぎる。クジラは、頭いい動物だから殺しちゃいけない理論は、ワイも意味わからん。例えば、豚は人間の3歳児程度の知能あるみたいで、犬よりも賢いとか言われてるけども、そっちはピーして食ってええんかと。めっちゃどうでもええ。これがワイらの文化や言われても、全く親しみがない。食害の被害とか、数のバランスとかあるならしゃあないぐらい。イルカもクジラも大量に餌食うからな。公益にかなう形でなら別にいい。つまり、飢えてるなら食うべきだし、飢えてないなら別に食べなくてもいい。環境を破壊するなら捕鯨すべきだし、しないなら別に捕鯨しなくてもいい。人と同じレベルの感情と思考能力を持ってるなら、まあかわいそうだとは思うわ。環境保護ならわかるが、頭いいカラーはマジでがピージやと思う。個人的には食わないけど、偽善者への嫌がらせとして継続してほしい。クジラまずいとか言われとるけど、普通にスコ。クジラは、物珍しさで一度食ったけど、さほどうまくもなかったし、イルカに至っては、肉として見たことすらないわ。アメリカとか、油取るためにブチピーしまくってたろ。これ見ろ、クジラすごい。怖すぎる。魚の命を何だと思ってんだよ。めっちゃ楽しそう。食虫植物かよ。血の中への水の流れが生まれるのが、よくわからん。右端から入って、左端へ出ていくとか、そういう意味や。あたしんちのマップやん。くさ。やだー。断頭かな？頭いいからってよりも、最近は殺す必要がないからって感じやで。必要がないってどういうことなん？それ言う人は、必要最低限のものしか食ってないんか？ほげー。ほげーって、中国人もドン引きしてて意外だったわ。猫犬くんお前らが聞くな。クジラ増えすぎて魚食われすぎ、アニサキス増えすぎ。クジラ増えすぎてアニサキス増えるって、人間ってちゃんと海洋の生態系にここまで干渉できるんやな。外国に言われてやめるのは尺に触る。ただ、まあクジラがそんなにうまいかっていうと、わざわざ食いたいとは思わんのよ。クジラ養殖しよう。よし、日本海をでかいイケスにしよう。まあ、実際やるならどこかの湾内やろな。クジラが魚食いまくってるらしいやん。食料問題的なところで捕鯨するべきちゃうかな。日本が捕鯨するのも、それ対策のためもあるんよな。捕鯨が減ってから、明らかに日本の漁業の漁獲量が減った。もちろん、中国台湾とかの強奪漁業のせいもあるが、クジラが海流よ、その餌のオキアミ等を食いまくってるのも、原因。
大阪で食えるハリハリ鍋はうまいけど、値段がおかしい。昔は、代用肉扱いで、庶民の食い物やったのに。ほげー。つい最近、タコの養殖始めたぜってのにも、外人の学者が知能があるものを養殖するなんて残念だ、とか抜かしとったし、あいつら、どっかアホなんや。牛も豚もピーして、よし、イルカは頭いいから、ダメ、実際、どれくらい知能があるんやろ。江ノ島水族館の前で半歩ゲイの看板担いだ人いたけど、どっから金でとんねん。L から始まる石鹸屋は、半歩ゲイは。イルカの追い込み魚は、さすがにどうかとは思う、知能身になっとるやん。屠殺場はどこもそうなる、牛や豚ピーしても血が出ないわけないだろ。イルカは害獣駆除やからしゃあない。クジラはこの間居酒屋でクジラのベーコン食ったけどうまくないから取らんでいい。他の部位はまずいけどベーコンだけはガチでうまいやろ。ほんまか、みんな一口しか食べなくて最後まで残ってたぜ。別に食いたいわけじゃないけどイチャモンつけられるのは気に食わない。せめて人間と契約が結べるぐらいの知能ないと無理やな。そして殺されない代わりに魚分けてくれるぐらいしないと不公平や。ほんこれ、魚バクバク食いまくって増えまくるバカを保護する意味ない。この世の全ては食い物よ。絶滅しないようにしてればいいやろ。クジラ増えすぎても困るから取ってほしい。頭バカな、豚と牛は食べていいってどうやんや。キリスト教で食っていいから肯定してるだけやで。クジラベーコンの肉じゃがうまかったわ。そもそも食わんし、全国そこら中で取ってるわけでもないから、日本人はとかいうクソデカ主語で言われても、ピンとこんのよな。ほげー。